会場の皆さん、こんばんは。地元丸亀市から参加しております。よさこいにこいこがね、今日の丸亀よこいなく愛する丸亀ゴンナレンでございます。年号が平成から令和に変わりました。令和には国民それぞれが大きな花を咲かせる国ができるという意味がございます。今年の丸亀ゴンナレンの花嫁にはいろいろな意味がございますが、その中の一つに、一人一人それぞれが花を咲かせつなげていきたいという、そういう意味もございます。令和と花嫁が何か不思議な縁があるように思います。ところで、今年丸亀市のシンボルである丸亀城の石垣が昨年崩壊いたしました。たくさんの方が石垣の復興に向け努力をしております。そこで丸亀ゴンナレン、今年の楽曲の中に石垣の復興を思う強い思いの歌詞がございます。じっくり聴いてください。そして我々丸亀ゴンナレンと一緒に丸亀の石垣の復興とともに踊る踊り子を募集しております。ぜひ私たちと一緒に踊りませんか。それでは丸亀ゴンナレン、会場の皆様のために、心真心を込め、少数ではございますが100万ドル、いや1000万ドルの笑顔で演舞いたしますので、どうか5000円のほどよろしくお願いいたします。それではオリジナル行ってみたいと思います。大きな声でいきましょう。踊ってる女、見るより踊るよ。丸亀の古にお城があり、内輪がある。その内輪を使って踊る女がここにある。踊り子、構えて。丸亀ゴンナレン、花笑み、ご覧ください。あ、楽しくいってみよう。名で瀬戸内海、南は讃岐山脈に囲まれた讃岐平野にそびえる扇の勾配で有名な丸亀城。はっ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 。何があっても凛として動かなく、力強く芯を持って花のように微笑む花笑み。
後ろのバイクドラマーバイクやそら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 の皆様に心を込めでいありがとうございました。ありがとうございました。丸亀ゴンナレンでございました。踊り子撤収。